ミルナビスタジオ。よいしょ。さあ、この番組はキンプリ大好き芸人の僕たちがキンプリが出演するテレビやラジオ、ライブなどについてお話しする YouTube のラジオ番組となっております。通勤、通学、お休み前にゆるりと聞けますので、ぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。僕らはキンプリを楽しく面白く応援しております、はい、で僕ら自身もイベントライブを目標と開催するのを目標としておりますので、皆様も応援よろしくお願いいたします、はい、今日は、はい、高橋海斗くんのね、いい情報、うん、いい情報、はい、まあ、ほとんどの方がもう知ってるよ、当たり前じゃないかと思う、うん、と思うんですけど、万が一ね、抜けてたら、情報が抜けてたらと思いですね、はい、しかも知ってる方もさらにね、情報を共有したいと思いまして、高橋海斗くんね、はい、今年の10月からですね、うん、まあ福岡だったかな、ライブ会場でも発表したんですけれども、うん、はい、インスタを開設いたしまして、うん、はい、で今2023年12月なんですけれども、うん、うん、はい、すでに80万人近いフォロワーが、すごいな、はい、ね、バラエティー豊富な内容、はい、まあ、高橋海斗君の魅力たっぷりなんですけれども、うんうん、特に何が僕のおすすめかというと、うん、ダンスの映像がめちゃくちゃかっこいいんですよ、うん、なるほど、なんかそのバラエティーとか、はい、キンプリ2人でおる雰囲気とは違って、うん、ダンサーの2人とダンスしてるんですけど、はい、もうバチバチの、はい、もう K-POP みたいなめちゃくちゃかっこいいキレッキレのダンスを乗せてるんですよ。だからまあ男らしいかっこいい、なんかこう、あ、今日なんか男らしいかっこいいダンス見たいみたいな、ね、あるそんなピンポイント、あ、ピンポイントである、日曜の朝とかね、日曜の朝そうか、見た時とかにね、あ、そうか、もう今日はもう海斗くんの男らしい、うん、もうバラエティーとかそんなんじゃ、うん、もうバリバリの K-POP のダンス見たい気分だわっていうのが、あるんや、そんな時間から、インスタ開いていただければめちゃくちゃかっこいいね、そうか、うん、これも多分男のファンもかっこいいっていう憧れで増える感じの、これおすすめで、ぜひね、まあ見てる方はね、そうだよみたいなね、感じで、その気分の時見るよと、そう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 、ぜひね、まあ他にも楽しい写真とか載ってる、ぜひね、おすすめ見ていただきたいなというね、そして、そうですね、そんな感じなんですけれども、すごいな、80万人、80万人すごいですよね、やっぱりいかついですね。だって1、2ヶ月ぐらいでもう一気に80万人いってるから、うん、インスタとかですごいよね、うん、まあ、これからもどん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 、ね、バイバイ、うん、まあ、言ってる間に多分もっともっとね、増えてるかもしれんし、今どんどんそれこそ、はい、はい、まあ、旧ジャニーズっていうんですか、うん、のみんなが、はい、ツイッター、インスタ、はい、YouTube とかもやけど、うん、どんどんやっぱ SNS をやってる、やり始めてるから、そうやね、やっぱもう すごいなっていうか、今まではもうどっちか言ったら画像とか動画、うん、いかに出さないかの世界やったのに、うん、ああそっか、なんかもういいプライベートな部分が見えたりするから、そうやんな、一気に広がってね、すごい世界だと思って、新しい時代のね、新しい時代無料でそれが見れるっていうのはすごいですよね。確かにね、それはやっぱ、うん、身近になってきたって感じするよね、そうですよね、そういう意味では ね YouTube とかもね、そうやし、まあみんなフォロワーも多いですし、それはもちろんフォロワーもすごいよね、びっくりするようなよ、びっくりする、それにつけさ、私のさ、それにつけってこれとは別のミルキーしげおチャンネル、ミルキーしげおチャンネル、ミルキーしげおチャンネル開設して5年やってて、5年、すごい歴史の、そう、5年やってて、しかも投稿数が900、はい、すげえ、すごいやろ、900いってるんですか、900投稿して、はー、登録者数が、はい、なんと120人ですよ。つぶせこー。つぶせこやわ。これどう大丈夫、これ YouTube から怒られへんの。怒られるって何？900投稿も。どういうつもりやってるの？どういうつもり、これ900投稿もして登録者数120人って、これちょっとどういう意味？どういうつもりなのこれ？どういう、いやー、なんか、いや難しいっすよ YouTube は。恥ずかしいを超えてもみんな引いてるんじゃないかっていう。もうすぐ1000いきますよ。すごいな。1000投稿で登録者数100、すごいな、それはすごい、なかなかできないよ、その単純になあ、やっぱ YouTube 続けることが一番難しいですから、なあ、それでも続けるのはすごいですけど、1000投稿で100人っておらんやろな、割合的にどうなんですかね、まあ、確かに途中でみんなやめてる人
かもしれない。なビビるよね。こいつどういうつもりなっていう。どういう攻撃つもりな。何に対する。ね、何のメッセージなんこれは。何のメッセージ。いやー難しいっすよね。けどね。むずいっすよ。ね。増やすのは本当に、ねねまあ、こうありがたいことにというか、はいまあ、まだ全然多くはないですけども、はいはいまあ、ちょこちょこ1日数人増えてくれてる やってくれるっていうのはめちゃくちゃありがたいですよね。ありがたいですよ。ミルノミスタジオは本当にその500人とかね、600人に迫る勢いでもう、ね、この先頭校100人登録者のね、はいはい、ミルキー使用チャンネルからするとこの600近い登録者数なんかもう全員全員にも感謝感謝本当にありがたい。ほんまにありがたいですよ。見てくれてると思うね。ありがたい。ほんまにね、ね、まあおそらくキンプリファンのティアラの皆さんが、はいはい、私たちも応援してるよという、はい、あれでね、フォローしてくれてるんでしょうけどもね。いやそんな卑下せんでいいよ。あれそれだけじゃないですよ。キンプリも好きやけど、ミルノミスも好きですよっていう方がフォローしてくれて、それはあまあまあまあ、いや、そうそう、入り口としてはね。そう、それはもうね、そういう方もたくさん、いや、それはもうキンプリじゃないよ、私たちは、あなたが好きなんですよって言うともいそう、うん、いるから、いてくれてます。じゃあ、なんでそっちに流れんだよ、そりゃそうですよ。そういうところとは別に、二人が喋るから楽しいんですよっていう、そういうこと。ミルキーシモチャンネルの、なんか謎の、ようわからん、これは何の動画なのこれ。どういう目的みたいなの。もうやめてくれ。そう。もう悲しいからやめてくれ。でも見るのみの2人が喋ってるのがいいでしょっていうね。ありがたいですね。そうです。これからもよろしくお願いします。あずみなんだろう。これ。ありがとうございます。